ハニヤ神経を行書で書く3回目で、今日はその最後までこういきますね。1回目2回目でこうやってきていることを踏まえてということなので、かぶってる字はまあ簡単にということで、3回目は1回目2回目から比べると短時間で終わるかなと思ってます。早速いきます。まず人間に衣、この位置がかなり高い、ここが短い、とにかく払わないという行書の特徴、止める点を打つ、返して止める、でということなんです。その中でも、太さの変化とかわずかな反りっていうのはあるんですよね。でどうやってこの間を取るか、つかず離れずという位置関係ですよね。ちょっとここへこう書くと、少し離してで長く引かずにここで折り返して止めて、つけずに長く引かずにここで返して、でここもつけずにわずかに反らせてという、こういうことをやってるわけですね。ここもそうですよね。こういったところもつけない、つけてしまうとかなり息苦しくなるということもあって、でここもう少し長くしてもいいのかな。細い線でこうスキッと見せているところとか、あえてここ長く引いているところとかがこうあったりします。でここが強い、左広く右狭く、字としては少し右へ傾くってことをやってますね。ここも少し間があると、ここが広くいくといいかなと、こういう省略の仕方ですね。こう四角く囲わずに、でこれが縦軸から少し右へずれて、でこういう構成にしていますし、太い線で切って、細い線で長く、太い線で短く、ここまでに極端ではないです。ここが強いですけどもね、でここも強い、ここも少し強いと、でこういったところですね。時々見せる曲線でこう線をつなぐ、上が直線で折り返すに対して曲線で細い線でこうつなぐということがあったりします。これ少し左へ寄ってますが、あまり寄りすぎると字が斜めになってしまうので、そこは要注意ですよね。でここが広く、これが単にこれだけなのかあるのかがない、この小里辺にかぶってしまって省略しているのかもしれません。でこういうところですね、のぎ辺に対してこう左払いがあるので、長く引かずに短くしてその下にこう潜り込ませているということをやっています。でここから比べると、これ横へ動いているのを比べると、これが少し立っていて、さらにここ強く当たっています。でここが曲線で来ているので、ここは直線で強く当たってっていう、この柔らかい曲線との対比ですよね。で3でこういう筆使いなんですよね。ぜひ参考にしてほしいのが線質です。特に3番目の線、こう折り返す直前で細くはなってはいるんですけれども、
力を抜いてるわけではなくて、穂先を隠してこう上に抜けてるんですが、入れてる力はほぼ同じで、でこう返すと。比較的直線なんですけども、上がってる分線が少し細くなってるという、こういう線の引き方というか使い方ですよね。で時々見せるこういう反り、こうなった後にこういう動き、この動きですよね。でこれあえて長く引き方なんで、上をこう右へこういう構成にすることで手の動きですよね、リズムよく。でここがある程度ないしてるのに対して、ここは短くズバッズバッズバッとこう引いている。だから差をつけてますよね。上の特に1、2、3って来てるのに対して、次は1、2、3とこう短くこういう並びですね。でここは1本だけ長くを見せるという。で左を見長く、右を短くと。でここをゆったりさせている、これも見せどころなんですけれども、手辺の動きとしてこれですね、こう返しているからこそのこの動き、改めてこう引いてはいないんですよね。こうはしてない、こういう使い方もあるんですけれども、裏から当たったまんま言ってますよね。でここたっぷり見せる、これという字もいっぱいいろんな形をとってるんですけれども、ここで密にしといて、で下をゆったり、ここをゆったり見せるという書き方。こういったところがペン字のね、これで均等でこう書きましょうと言ってるところとの差ですよね。で、さっきいきます。これ少し中へ入っています。で、これも中へ入って、こう右へ向いている。これもさらに右へ向いている。ここ揃えて右へ右へ右へとこう来てます。で、若いとか波も何度も出てきてますけど、今回はこれはかなり強い右上がりで回している。でまた出てきているので、今度は上と下の大きさの関係ですね。かなり上強いのに対して少しそれを控えています。で今回はまた違った形で3つの字が書いてますけども、この冠も大きく回さずに少し反らせる程度にして、で下げて、で虫を潰してこう書いて、ここを広く見せているわけですよね、ここをね。でまた王位が出てきてますけれども、ここと違った形で、今度は細い線で動かしていて、ここでも力は入れずに、ここで強くとか、ここで強くということもせずに書いている字を持ってきていると。でこことはかなり似た形なんですが、単独の「これ」という字、ちょうどここを密にして、あとは少し広めで、この大の字がすごく思い切っている。高さに対して幅取らない、左短いに対して右思いっきり長く、で、つかずに、この外へ点を打つ。ここに思いっきり力を入れるという構成をしています。で、上の字、ここに間を作っての、この示す辺の行書。で、これは上げずに下げて、これに合わせる形で、ここも短い、ここの字との差ですよね。今回はすぐ折り返すということ、
ここでは大きく左へ払ってるに対して、これ止めて返してると。で、ここの台に対して、ここの台は上強くで、ほぼ横へ。で、ここは力入れずに同じ太さのまま抜けると。で、揃えるという、まあ、常識的な大の字で差をつけていると。見えるのこれちょっと下がりすぎているので、ここをほぼ揃えるぐらいにしています。で、これは何回も出てきている、これと比べると下を大きく動かしている形で、さらにここも、ここで出てきているような、止めてという、で、さらに点を離してという形ですよね。で、無の字も何回も出てきますが、ここ大きく上げて大きく回すパターンで、これ、等しい草冠で書かれているんですよね。竹冠じゃなくてね。で、かなりこの長い角を見せていて、ほとんど草書ですね。くるくるここ回しているのに対して、今度は折り返している。で、少し左から持ってきて、右長くせず、左を大きく見せている。で、強くしている。で、これも見せ場で強くいって、左を長く見せといて、で、こちらの刀はまるで会社のような整った字で、長く見せておいて、ここ強く当てといて、絞っての真の字で、最後にこのページになっていきますけれども、まず少し傾いていますが、中の省略の仕方ですね。こういう動き珍しいです。普通だとトントンとこう行くんですが、こういった動きですね。で、これ少し左へ向ける、右へ向けるという構成をしています。まっすぐこう下げる、強く上げる、ここで少し力が入る。で、草冠が左で、口が右へ、強い右上がり。で、ここはもうほぼ上が大きいのに対して、ここは大きくしない字が来ていて、ここが強く、最後の虫が右へ寄る。で、また出てくる田の字、ここ強くして、今度は下げずに少し上げるぐらいにして跳ねています。で、これも強く右上がりにして、最初に出てくるこう丸いのがこうあるんですけれども、ここでは丸くせず、ここを当てて長く引く。これもかなり強い右上がりにしている。さらに右上がりで揃えて、で、しっかりここでは、太いままで来ていますね。それでもなおかつ左強く、右若干軽くですけれども。で、ラスト、ギャーテギャーテ、張らず、ゾギャーテ、五代釈迦、般若、新経ということで、ラストですね。で、ここではかなり行書といっても、省略形ですね。ここを回しているとか、ここはつけず、ここも折り返しての字。この中もほとんどもう点を打つぐらいにしていますし、ここも点ではなくて、もう横棒一本にしてきてます。で、ここはもう少し上幅強く取ってますけれども、ここも丸い線で書かれてますね。もうこれだけ
ここよりもさらに丸くしていますね。で、手も、ここで丸く。ここでは幅を取って描いているのに対して、ここは幅も狭い位置を持ってきていると。で、ここも少しちょっと歪んでますけれども、これはこう描いている字なのかどうか。で、珍しく払わずに点3つを続けてこう描いている。で、今度ここで丸く来ているので、ここは角張った字で中を丸くして当てています。で、ここの作りもいろんなパターンですね。こう並ぶので、あえて幅の広いのと、そうでないのと、こう差をつけています。で、これは思いっきり長く見せている。この線の描き方ですね。強くからだんだん細くいって、の見上がりの、この線の質。そして、ここも少し長く欲しいかなと。こう1字多いので、ここ4字、4字、で5字、で、ここも1、2、3、4、5ですが、ハの字が高さを取るので、かなりこう、いっぱいいっぱいにこう来ているのと、さの字をこれかなり詰めて書いてるんで、高さ抑えています。で、さらにもっとこれもう目いっぱいなので、かの字が幅広く潰れた字でこう来ていますけれども、特にこれですね、ここからつながってこう沿ってっていう、この書き方とか、ここの少ないという字のこういうつながり方、単純じゃないですよね。置いて置いてということ、これを草書にすると単に丸めるだけですし、草書になれば目の字になりますけども、まあ行書ということなので、こういう動きとか、こういう動きとか、ここでも右左長くして、草書だったらこういう長い線はないですよね。もっと短いものなので、行ったり来たりしたり回してみたりということになります。そして最後に半、最後に出てきているルマタ、もう一回やって、草冠に右で、また田の字が出てきますが、やはり一緒で、ここに少し力が入っています。で、心なんですけれども、かなり実は下がっていて、点の位置も低いで、一等辺跳ね上げですが、ここに少し力が入っていて、単純に跳ねているわけではなくて、で、最後に縦画のためにこういう筆順だと思うんですね。で、常に細いところと太いところ、一行の中でもいろんな太さ、同じ字が出てくるんだったら、幅広く狭く、折り返すか丸めるか、止めるか払うか返すか、というようなことを、こういった丸くしているところとか、角を当てるところとか、その中間的な字とかね、点を2つにするのか、火を書くのか、くるって回してしまうのか、こういう省略の仕方もね、参考になると思うんですけれども、こういったちょっとした火の部分も、中を回すとか、点を打つとかも、ちょこっと書いて次へつなげてしまうとか、いろんな省略の仕方がありますので、
そういったものをね、参考にして、見ると、この修辞商業庁の後半に出てくる般若心経、草書も一部入っている省略の仕方ですけれども、まあ、行書の筆使い、ぐるぐる回したり、続けるというよりはどちらかというと、払うところを止めるとか、大きく反らすとか回すところを直線で引くとか、そういったものが中心になって書かれているということが分かって、それが手に入って書けるようになれば、自分のものとして急いで行書続け字で書くときの参考になるかなと思います。で、3回にわたって般若心経をこう書いてきましたけれども、楷書で丁寧に書くということももちろん大事ですが、急いで時間がない中でも一巻書きたいというときに、こういった行書で書くという選択肢もありなのかなというふうに思いますね。で、一字丁寧に見るということよりは、般若心経全体を通しての行書、いろんな字の形、一つの字でも、例えば無の字とか、式の字とか、多いとかね、弱の字とか、何度も出てくる字は全部形を変える、筆使い変える、強弱変える、構成を変えるってことをしているわけですけども、例えばそれが、上句作品で似たような字が出てきたときにどう変化をつけるかっていうときの参考にもなりますしね。時々は丁寧にいちいち見ることも大事ですし、全体を通して、作品構成、だとか行の流れとか、左右の、字が来たとき、似たような字が来たときにどう変化をつけるかとかね、いうものの参考にもなると思います。だからここもこう回すとか、こう返すとか、一旦改めて跳ね上げるのか、そのまま裏を使ってこう跳ね上げるのかとかいうこともね、含めて丁寧に見てくると、学ぶべき内容は非常に多いかなと思います。まあ、ざっと見る方法と、いちいち丁寧に見る方法と、一画一画の点画の配置とか構成の方法を見るとかね、いろんな形で王羲之の書っていうのは、参考になると思うんですね。こういう思い切った構成、ゆえの字もね、何パターンも出てきます。並べるとか、ここを大きく回すとか、もう様々ですね。まあ、今回3回にわたって、般若心経を行書で書くということで、やっていきました。ぜひ、楷書で、書いている動画もありますし、これを一気に、50分の動画で、全部書いている動画もありますしね。ぜひ参考にしていただければと思います。今回は以上になります。